あれ？おっと。シェラザードか。珍しいところで会うもんだな。それはこっちのセリフだわ。オート方面にいたと思ったけど、あんたも事件を調べに来た口？いや、野暮用でな。そういや、例の事件は空賊の仕業だったらしいな。しかしお前が来たんだったら、安心して任せられるってもんだ。せいぜい、頑張ってくれよ。何を、冷たいじゃないの。先生が捕まったかもしれないって、あんたも聞いているはずでしょ？捕まった？あのカシウス・ブライトが？冗談きついぜ。あの食えないおっさんが空賊ごときに遅れを取るもんか。なんかの間違いに決まってるさ。私もそう信じたいけど、何なのかしらこの人。わからないけど、遊撃士であるのは確かみたいだね。ところでそこのガキどもはなんだよ。見たところ新入りみたいだな。聞いて驚きなさい。カシウス先生のお子さんよ。こりゃ驚いた。あのおっさんの子供かよ。はあ、こいつらがね。ふん。何をジロジロ眺め回しちゃって。黒髪の小僧はともかく、そっちの娘はド素人だな。本当におっさんの娘なのか？あ、なんですって？彼女は正真正銘、カシウス・ブライトの娘です。僕の方は養子ですけど。はあ、そうなのか。ま、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。じゃあな、シェラザード。ガキどもに足を引っ張られないよう、せいぜい気をつけるんだな。はいはい。あんたこそ突っ張りすぎて痛い目に遭わないよう注意なさい。肝に銘じとくぜ。そうだ、シェラザード、廃校方面にいた手配魔女を退治したっていうのはお前か？ええ、そうよ。正確には私たちだけど。見習いなんざ頭数に入れても仕方ねえだろう。ま、その調子で空賊探しも頑張ってくれや。じゃあな。なるほど、今の人が銃剣のアガットか。銃剣のアガット？アガット・クロスナー、遊撃士協会の正遊撃士よ。特定の所属支部を決めずに各地を回りながら活動しているわ。獲物は魔獣を一刀両断にできるほどの質量のある大剣。言っておくけど、かなりの凄腕よ。凄腕だろうが失礼な奴には違いないわよ。そういえばあいつも父さんの知り合いみたいだけど。父さんの実力は認めているけど、好意的とは言えない態度だったね。いろいろと事情があってね。先生に対して突っ張ってるのよ。まあどうでもいいか。あんな失礼な奴のことなんか。ラベンヌ村に急ぎましょう。さてと、例の目撃情報について調べてみるとしましょうか。とりあえず村の人全員に声をかけてみればいいのかな。いきなりだと不審に思われるよ。まずは
ここの村長さんに話を聞いてみた方がいいと思う。うん、わかった。Thank you.
ほう、これはこれは、お揃いのようじゃな。今日はどうしたね？皆さんで遊びに来たのかな？いいえ、残念ながらまた仕事なのよ。本当は果実酒で一杯やりたいとこなんだけどね。ほっほっほ、世の中思い通りにはいかんもんじゃの。ところで、この前は聞きそびれたのじゃが、もしかしてあんたたちアガットの仲間かね？まあ確かに同僚ではあるけど、一緒に行動してるわけじゃないわ。顔見知りといったところかしら。そうか、相変わらず一人でいるのか。どうしたの、村長さん。いや、こりゃ失礼した。それでこの偏僻な村に何の用事かね？まさかまた手配魔獣でも出よったか？いえ、実は定期船消失事件について調べている最中なんです。こちらで目撃情報があったという話を聞いたのでお邪魔しました。なんじゃ、先日王国軍の兵士たちも調べに来ておったが、結局この辺りを調査してそのまま帰って行きよったぞ。やっぱりそうなんだ。ところで、空飛ぶ影ってのを目撃した人って誰なの？村の子供でな、ルーイという男の子じゃ。事件があった夜に怪しげな影を見たらしいが、何分子供のことじゃ、寝ぼけて夢を見たのかもしれん。夢か。とりあえずその子からも話を聞いた方が良さそうだね。うん、そうだね。村長さん、お邪魔しました。なんのなんの、何かあったらまた来なさい。見かけない顔だね。フルーツ買いに来た商人さん？ふん、それが違うのよね。何を隠そう、ブレイサーよ。ブレイサー？アガットお兄ちゃんと同じ？でもお姉ちゃんそんなに強そうには見えないけど。うん、はっきり言ってくれちゃって。でもこの華麗な棒術を見て、果たして同じことが言えるかしら。わわ、くるくる回ってすごいや。ふふふ、思い知ったかね。それじゃあもっとすごい技を。エステル、はしゃぎすぎ。それよりも、もしかして君がルーイ君？あ、うん。どう
て名前を知ってるの？村長さんに聞いたんだ。君が空飛ぶ影を見たってね。その時のことを聞きに来たんだ。え、でも兵隊さんが調べて何も見つからなかったって。うん、それでもいいんだ。僕たちにも教えてくれないかな。できる限り詳しくね。うん、うん。あのね、僕星を見るのが好きなんだ。それで夜中に家を抜け出してここで星を見たりするんだけど、この間の夜、夜空に二つの影が動くのを見かけたの。え、ちょっと待って。空飛ぶ影って二つもあったの？うん。あ、大きさは違ったよ。まるで親子連れみたいだった。大きさの違う二つの影。定期船と空賊艇。そう考えると辻褄は合うわね。確かに森に現れた船は定期船よりも小型でしたね。それでその二つの影は北の方に飛んでいっちゃって、そのまま見えなくなっちゃった。北っていうと村の裏口からさらに山道が続いているわ。ずいぶん昔に廃坑になった七曜石の鉱山があるみたいね。兵隊さんたち北の山道を徹底的に調べたんだけど何も見つからなかったって。だから僕が寝ぼけて夢を見たんだろうって言って、それでバカにしたように笑って。ああ、もう男の子が泣いたりしないの。私たちは兵隊とは違うよ。君の話が夢なんかじゃないってちゃんと証明してあげるんだから。ほ、本当？本当も本当、どーんと任せなさいって。だから君もベソ書いちゃダメだからね。うん、お姉ちゃんいい人だね。相変わらず子供に好かれやすいみたいね。ええ、あれも人徳かもしれませんね。ん？どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりもやるべきことは決まったみたいだね。早速村の裏口から出て北の山道を調べてみましょう。
ここが廃坑の入り口みたいだね。確かに丸賀鉱山と同じような雰囲気は残っているけど、ずいぶん錆びれちゃってるわね。ずいぶん昔に閉鎖されたそうよ。鍵と鎖も錆びついているわ。最近開かれたことはなさそうね。ということは空賊たちが出入りした可能性もない。だから軍も調べなかったのかな。確かに岩山の中を調べても何かの手がかりが見つかるわけ。どうしたの、エステル。気のせいかもしれないけど、中から風が吹いてきてない？中からって廃坑の奥から？うん、そう。ちょっと待って。かすかだけど風が吹いてきている。あ、やっぱり。あんたって時々驚くほど勘が冴えることがあるわね。さすが先生の娘ってところかしら。父さんは関係ないってば。それよりこの中めちゃめちゃ気にならない？確かにどこかに通じてる可能性があるかもしれないね。調べてみる価値はありそうだ。よし、そうと決まったら早速鍵をぶち破って。こらこら、やめなさい。とりあえず村に戻って村長さんに相談してみるわよ。鍵を持ってるかもしれないわ。ちぇ、残念。久しぶりです。修行でいらっしゃった時以来ですね。アネラスじゃない。どうしたの、こんなところで。魔獣退治の依頼がこちらの方面であったんです。そうなの。どう、あんたの言う剣の道は見えてきたのかしら？聞かないでください。まだまだ精進の身ってとこです。ところでシェラザード先輩もギルドの仕事ですか？まあね、あんたとは別口だけど。そうなんですか。この地方は最近物騒なんですよ。気をつけて行ってくださいね。シラザード先輩、この地方は最近やたらと物騒なんです。気をつけて行ってくださいね。
長さん、ここにいたんだ。おお、遊撃士の諸君か。ずいぶん立派なお墓ね。10年前の戦争の犠牲者を弔うために建てたものじゃ。ボース地方は帝国に近いから一番の激戦地となってな。この村も戦火に巻き込まれて何人かの犠牲者を出したのじゃ。そうなんだ。あんたたちまでしんみりすることはないさ。今ではここの掃除をするのがわしの日課になっとるんじゃ。ところでどうしたね。わしに用があるんじゃないのか。あ、うん、相談したいことがあるんだけど。その前に。これも縁だし、私たちもお参りしてもいいかしら。花はありませんけど、せめてお祈りくらいは捧げさせてください。おお、そうか。もちろん構わんとも。あやつらも喜ぶじゃろうて。あの廃校に手がかりがあるかもしれんか。確かに兵士たちはあの中までは調べなかったの。ルーイって子の話を聞いてどうしても気になっちゃって、念のため調べてみたいから入り口の鍵を貸してくれないかな。あの南京町の鍵か。ちょっと待っておくれ。確かこの引き出しに、おっと、あったあった。ほら、これでいいんじゃろ。うわ、ごつそうな鍵。ありがとう、村長さん。本当に助かります。いやいや、遊撃士協会にはいつも世話になっとるからな。このくらい協力するのは当然じゃ。村長さんみたいな人ばかりだと私たちも助かるんだけど。何か見つかったらちゃんと報告させてもらいます。よろしくお願いする。
長さんから借りた鍵を使わなくちゃ。はあ、固い扉だったわね。さてと、風俗どもはともかく魔獣がいそうな気配はするわね。気を引き締めていくわよ。
good to go. Good to go.